ケネス・ハーランは、アメリカ合衆国の俳優である。ケン・ハーランともクレジットされた。1895年7月26日、マサチューセッツ州ボストンに生まれる。おじに、俳優のオーティス・ハーランがいる。満7歳となる1902年、初舞台を踏む。1917年、D.W. グリフィスのファインアーツフィルム制作、ポール・パウェル監督。 コンスタンス・タルマッジ主演のベッツィー・エス・バーグラーに出演して映画界にデビューする。同年、ユニバーサル・フィルム・マニュファクチュアリング・カンパニーに移籍、同社参加に前年設立されたブルーバード映画でハリー・ソルター監督の力に主演。翌1918年からはカーメル・マイヤーズの相手役としてジョージ・シーグマン監督の知らぬ妻。 ハリー・ソルター監督のっそうつナみ、スチュアート・ペイトン監督の紫の園や偽の結婚、ルース・クリフォードの相手役として、ルパート・ジュリアン監督の左の手に出演、いずれも日本でも公開された。1920年、ユニバーサルを去り、コンスタンス・タルマッジの映画制作に協力し、タルマッジの主演作に共演する。同年、サローム・ジューンと離婚し、 同年6月26日、女優のフローレンス・ハートと再婚する。1922年には、妻フローレンスと離婚する。同年、スチュアート・ペイトン監督の命がけの大競争、ウィリアム・ A サイター監督の女は、クセモ者で女優のマリー・プレボーと共演する。1924年、結婚報道時のマリー・プレボー。 1924年10月14日、女優のマリー・プレボート3度目の結婚をする。1929年1月12日、マリー・プレボート離婚。1930年5月19日、ドリス・ヒル・ダブースと4度目の結婚をする。トーキー時代になり、主役、主演女優の相手役はほとんどなくなっていく。1931年12月14日、 妻ドリスと離婚、1932年11月9日、フィリス・マクルーアと5度目の結婚をするが、1934年8月15日付で、同婚人は無効となり、5日後の同年同月20日、ヘレン・スペルナーと6度目の結婚をする。1940年代には、リパブリック・ピクチャーズに多く出演する。満4 8歳となる1943年、 モノグラムピクチャーズ制作のニアリー18に出演したのを最後に映画界から引退する。第二次世界大戦後の1946年8月16日、一時を設けたヘレン・スペルナーと離婚。1949年7月14日、30歳年下の女優ヘレン・スタントンと7度目の結婚をする。 1953年12月28日にはこれも離婚に終わっている。1957年9月20日、レアウォーカーと8度目の結婚、これも1959年には離婚している。1963年3月5日、ローズマリー・ゴンサルベス・ミルハニアンと結婚、彼女が最後の妻となった。1967年3月6日、 カリフォルニア州サクラメント郡サクラメントで、ドーミアクリューにより死去した。満七十一歳遺没。同州ロサンゼルス郡にある、ハリウッドフォーエバー墓地に眠る。すべて出演作である。主演俳優として活躍したサイレント時代を、衝術、1930年から1945年の時期の約120作は、主なものに止めた。ありがとうございます。